はい、ストロエのブースに来ているんですけれども、ここにはですね C5 エアスケープというですね、コンセプトカーが飾られています。後ろにある車なんですが、まあ、あの名前に C5 というふうについているんで、おそらく次期 C5 のですねスタディモデルだと思います。あの車はですね、ヨンザのオープンになっていて、なんかルーフが面白いですよね。あの布が貼ってあるんですけれども、多分あれソフトトップじゃなくて、メタルトップの上に布を貼ってるのかなっていう感じです。あのデザインもですね、新世代のシトロエンのデザインに変わっていて、なんかちょっとどことなく BM っぽい感じがあるのは気のせいかなという気もするんですが、なんかこう今までのシトロエンとはちょっと違うですねデザインテイストになっているのが注目の部分だと思います。シトロエンのブースのもう1台のですね目玉のコンセプトカーがこの後ろにあるですね C カクタスというですね車ですね。デザインが非常にあの面白いんですけれども、この車はですねパーツの点数を減らすことによって軽量化を図っているというのが特徴でですね、まあ、見ればわかるんですけれども、バンパーとかの切れ目もないですし、前もそうなんですね。なおかつ窓もあれ全部はめ殺しで、あの動かないようになっているんですね。さらにインテリアなんかもですね、このフェシアの部分を一体化してなるべく点数を少なくして軽量化する、それで非常にこう軽い車を作って、なおかつそこにですね確かハイブリッドだったと思うんですけれども、そういったものを積んでですね、あの CO2 が非常に少ない車にしたという、そういう感じです。プジョーはですね、今回新たに、308、現在の307の次のモデルですね、それを発表しました。それと同時に後ろにあるですねコンセプトカーの 308RCZ というですね、スポーツクーペを出してますね。この車 RC ってついてるんで、308のスポーツモデルを示唆してるとも思えますし、またですねこの2ドアのクーペを、作っているので、もしかしたら CC の原型になるんじゃないかなという気もします。まあ、どちらかちょっとわからないんですけれども、デザイン的にはですねすごく魅力的で、市販版の308のですねフロントをうまく使いながら流麗なクーペラインを作って、非常にあの魅力的な車になっています。このようにですねフロントマスクは、発表した308のものを使いながら、そこから後ろはですねすごくかっこいい流麗なラインのですねクーペボディを与えました。これがですね果たして、スポーツモデルとして登場するのか、それともですね2ドアなんで CC つまりですね、カブリオレですね、それになるのかどうか、これが、ちょっと今のところわからないんですけれども、多分どっちかのスタディモデルじゃないかと思います。はい、プジョーのブースですね、もう1台注目したいのはこの4007というモデルですね。プジョーの SUV なんですが、実はですね、中身は、三菱のアウトランダー、これのものを使っています。で、外側をですねプジョーのデザインにして、販売しているということですね。まあ、あのアウトランダーもデザイン的にそんなかっこ悪いとは思わないですけれども、プジョーがデザインしたボディを与えるとなんかちょっとおしゃれな感じがするのは気のせいかなと思うんですけれども、まあ、本当にあの魅力的なプジョーらしい車になってますよね。ちょっと中も見てみます。あ、インテリアはこれはあのアウトランダーですね。ここのマークが違うのとそのくらいしか見当たらないですね。あとはもう本当に日本の三菱のアウトランダーと一緒です。ただなぜかこのマークがついてるとちょっと違く見えるっていうのがありますね。